星野仙一は極悪人です。星野さんは野村幸男さんが逮捕される情報を1日前に掴んでた。この人は警察の情報を完璧に知ってるっちゅうです。お前野村さんなんとかせえよっていう、野村さんを阪神から辞めさせろっていう、借金まみれだったんで、爽やかな人っていうのは大体腹黒いです。星野仙一さんというですね、中日ドラゴンズで確か200勝、名球会入ってない、まあ、大した選手としてはまあ二流、中日の監督をした後いきなり阪神の監督になれないとかって言っときながらすぐ阪神の監督になった人がいましてね、皆さんはどのように思ってるか分かりませんが、私は極悪人だと思ってます。はっきり言っときます。星野仙一は極悪人です。で、その星野仙一さんという人がですね、野村幸男さんという野村克也さんの奥さんです。で、野村幸男さんが脱税でですね、捕まる、逮捕される前日にですね、 NHK のスポーツに来たんです。で、どうも野村さんがクビになるから、その後俺阪神の監督したいっていうことを大久保さんに言ってきたようなんですよ。この2人の局長しての会話は僕は聞いてないです。これ今、これは推測ですよ、推測の域なんですが、2人が話した後ですね、大久保さんが花ちゃんって言って僕を呼んでくるんですよ。千さんが僕にこれセンさんと言ったんですけど、センさんが僕に、お前野村さんなんとかせえよっていう、何を言ってるんですかと、僕その力ないでしょって言ったら、野村さんサッチーが脱税してるから野村さんを阪神から辞めさせろっていう、まあ当然冗談なんでしょうけどね、ここで言ってくるんで、何よりもセンさん阪神ファン辞めたんですか、この人大の阪神ファンなんですよ。だから岡山の人、ね、岡山の人って実は大阪神ファンなんだ。いや、センさん阪神ファンで阪神ファン辞めたんですかって聞いたら、めちゃにっかーって笑い出して、簡単に言うと、星野さんは野村幸男さんが逮捕される情報を1日前に掴んでたって言うんです。この人は警察の情報を完璧に知ってるって言うんです。それはそうですよね。NHK 報道、NHK だけですよ、スポーツ報道センターが報道局の下にあるのは。報道局、スポーツ報道センターです。民放に行くとスポーツ局なんですけどね、報道の情報なので誰が逮捕されるかっていうのは実は前日に分かるの。よく逮捕現場は映像取材行ってるでしょ。警察が逮捕してるなんかその証拠書類とかを運び出してる特捜部とか、あれ何なんだ全部警察官がバラしてるから。でもあれは本来国家公務員法の守秘義務違反なのよ。公務員、警察官がマスメディアの人に明日この人どころ逮捕行くよなんて言っちゃほんまはいけないと俺は思うけど、どうなんでしょう、法律の専門家。星野さんがですね、野村さんの逮捕されるって情報を前日掴んでたんで、売り込みに来たんですよ、阪神の監督したい。で、この人は健康食品とかそういう健康器具とかの会社を作ったり、オーストラリアにめちゃくちゃ土地を買ったりして、実はもうむちゃくちゃお金がない、いろいろ借金まみれだったんで、中日の監督をしててもですね、おそらく名誉監督、その後山田久志さんに確か監督を譲ってるんですが、中日の終身名誉監督したところで年間入ってくるお金は1億以下です。おそらく数千万です。で、そのために NHK と専属契約をこの人してたんで、サンデーサタデーでこの人がもう一回 NHK に戻りたいっていう話もしてきたんです。 NHK のキャスターをするのは年間1500万円です。これ僕が契約書作って星野さんと実際契約してましたから、私が契約責任担当して、1500万円プラス1回の出演料が10万円、こういう契約です。で、これを千さんとこの後星野さんが辞めた後作った NHK の専属解説に戻るということでね、この契約書作ってですね、でもこの人が阪神の監督になる説が出てきた。野村さんが結局サッチーの脱税疑惑、脱税で逮捕されたために、責任を取って、野村克也さんは阪神の監督を辞めるとなった。で、当時の阪神の野崎さんっていうですね、社長が次の監督どうしようということで、野村さん曰く星野さんがいいと言ってると。阪神は阪神の選手以外の監督を確か使ったことがなかったと思います。阪神全く関係ないんだね。で、星野さんも最初否定した、そんなのね、ずっと今年までずっと中日しかやってなかった人がね、急に阪神の監督になれるわけないだろうって言いながら、ただ本人は最後までしないとは言い切れないんですよ。 6W2H がないような発言をするんです。だからできるわけないだろうとは言ってるけども、俺は阪神の監督しないとは一切言わないんですね。で、契約書持ってこいって言うのよ、名古屋の自宅まで。この NHK との契約をするから、契約書持ってこいって言い切ったの。センさん、阪神の監督の可能性あるんちゃいます？だから、阪神の監督しないから契約書持ってこいって言うんで、契約書持って行きました、これ名古屋の自宅まで。で、サインをしてくれると思ったら、預かるよったんですよ、センさんは。で、局長電話したの。
サインしてくれませんでしたって電話したら、大久保局長はいいから帰ってこいって言うのよ。怒られるよ普通。契約に行ってるのに相手のサインもらえずに帰ってきたら叱られるのに帰ってこいって言うから、おかしいなと思ったら、次の日報道局長、このロモンの横に報道局の局長がいて、報道局長がスポーツの部屋に来て、ちょっとスーパーで速報でと、星野仙一阪神監督就任へ。おい、どうでもええやん、それ事実であってもどうでもいいけど、まず速報することかって。ただ一プロ野球の監督が決まったっていうことをわざわざニュース速報で流すことかっていうのが一つと、俺仙さんやってほんま三味線弾いてるな、三味線弾いてていろいろ嘘ついてるな、いや仙さんやらないって言ってましたよって言って、局長いいんですかって、当時諸星さんって局長に、いやちょっと確認しろっていうか、いや確認しますって言って、部長と仙さん電話したら、あやるよ、なめてるのか、世論は他の人は見たんですよ。そうすると阪神が弱いし、もともと阪神ファンだし、いいんじゃないの阪神の監督してもって世論が形成されたために、彼は阪神の監督をする方向に持っていた。これが僕が星野さんに対する評価です。この人と大久保さんと指沢会長と、まあ、報道局長ぐらいで書いたシナリオで、世の中にどんどんそういう情報を出して、星野さんが阪神の監督になっていいかどうかをチェックしたっていうことなんです。もう仕方ないの、この人だからこの契約なし。今度千さんから俺にオファーっていうか聞いてきたの、立花お前野崎にグラハルタイ3年で27です、僕5年で50って言ったんですけど、どうしてもダメだって言うんで、いや3年27ですと。星野千さんの契約も3年だったんですよ。3027払ったから千さん3年で多分これぐらいいってると思うんですよ。多分これを多分下げられて8か9ですね。このうちの金が星野千さんのとこに9億、年間3億の彼は監督料をもらってると思います。1年目に確か優勝して、で2年目がダメです、あ 1年目がダメだったかな、ちょっと3年契約の2年しか監督してません。残りはあとシニアディレクターがなんかしてました。27億から9億円ほど星野さん持っていってるってことです。中日の監督をしててもそんなの何千万の世界ですから、多分中日の監督だったら、僕の予想だったら5000万ぐらいですよ。監督料6倍。賢いのはね、阪神の監督してる時ってあの人全然 CM 出なかったの。辞めてから CM バンバン出てるじゃん。 CM って大体1本出ると5000万から1億なので、彼は CM で稼いで、今正直ウーハウハなんじゃないかな。それは皆さんにすごい爽やかなイメージを与えてるからです。僕も最初センさんを見た時に、うちわーとかおよーとか、ものすごい明るく爽やかにスポーツの部屋に入ってくるので、これ原監督もそうなんですけど、そういう人なんで、イメージはみんな大体爽やかな人っていうのは大体腹黒いです、僕の感じですよ。僕なんかどう見ても腹黒いでしょ、悪いこといっぱいしてるんでね、僕みたいな人ほど実はピュアであって、 見た目が爽やかな人って大体悪いこと人で、千さん9億円ほどもらって、その後も今度巨人の監督になろうとしてですね、自ら巨人の監督説を巻いたのよ。星野仙一巨人の監督になるっていう噂を聞いたことあるでしょ、あざと巻くのあの人、阪神とももうなんかバレてしまったから。でも世論が巨人の監督はやっぱり巨人の OB だろうとかのことがあって、巨人の監督はしてません。皆さんも一緒に